皆さんよろしくお願いします。哲学とです。また飯動画を撮っていこうかなと思うんですけど、今回はですね、なんと朝マック行ってきまして、で結構ねいろいろ買ってきたんですけど、特に気になったのはこのスパイシーチキンナゲットっていうのが出てて、すごい辛いらしいんですけど、こんな感じですね。いやーこれ結構やばそうなんですけど、まあ結構ね太ってると辛いの大丈夫になってくるんで大丈夫かなと思うんですけど、ちょっと一個食べてみましょうかね。まあちょっとピリ辛のナゲットって感じかな。そんな激辛じゃないですね。でそれ用のソースがカマンベールとメガ辛スパイシーチキンってやつと、あとまあ普通のバーベキューも一応もらってきたんですけど、まあ食べていこうかなって感じですね。であと普通のメガマフィンって私結構好きで、メガマフィンとあとハッシュポテトと、これがあれですね、ちょっと小腹が減った時用に買っときました。結構ねあれですね、最近はゲーム実況チャンネルの方、ちょっとスマホアプリの方にねちょっと移行しようかなと思ってて、結局あまり知名度がないうちはまあ有名なゲームやった方がいいかなと思って、まあやっぱりみんなスマホアプリは結構やってるんで、スマホのなんですかね、ミュージックゲームの実況を始めたんですけど、バンドリガースパーティーと、あとアイドルマスターですよね、の方やってるんですけど、結構ね懐かしい曲多くて、いいんですよね。結構朝マックのこのハッシュポテトいいんですよね。昨日すごいうちの近くは大雨だったんで、すごいカンカン照りに今なってていい感じですね。まあハッシュポテトコンビニ行った時もいつも買うんですけど、なんかこの感じはやっぱりいいですよね。バンドリの方は、まあ、バンドを育つゲームなんですけど、結構ねエルレガーデンの曲とかがたくさん入ってて、かっこいいんですよね。ガールズバンドでそれをやってくれると、なんでまあ結構やってられるって感じですね。あとアイマスの方は結構懐かしい曲入ってて、アンダーグラフの翼っていう曲、私結構学生時代好きだったんですけど、まさかそれがあると思わなくて、自分が持ってるその有名な曲の基準と世間が持ってる基準ってどの程度ずれてるのか分かんないですけど、いやまさかこんな曲が収録されてると思わなくて懐かしくてやりましたね。で結構そうだな、哲学とのゲーム実況の方ではまあストーリーのこう動画を上げたりとかしてて、スマホはアプリゲーム実況の方はミュージックビデオ、結構ね綺麗な MV が撮れるので MV 中心に上げていこうかなと思ってるんですけどね。
ぱり YouTube 最初のうちは全然再生数っていかないので、まあしばらくはね試行錯誤って感じなんですけど、私も今7つチャンネルをやっちゃってるんで、結構ね更新も大変になってきちゃったんですけど、そうだな、まあ今やってるのはテイクマスターっていうチャンネルが一番登録者数が多くて1800人ぐらい人がいるんで、ね、そこに今そこのこう視聴者を他に流すような感じでやってるんですけど、なんていうのかな、勉強系の生きるための学びチャンネルっていうのは勉強系の動画を上げてて、まあ主に通信制大学とか、まああと情報処理技術者のね動画がポツポツ伸びてるんで、そうやっぱねチャンネル登録者をこう増やすためには、その毎日定期的にこう30再生ぐらいいくような動画をたくさん作れると結構伸びはいいかなと思いますね。その点やっぱゲーム実況ってすごい数が出るので、埋もれやすくて難しいって感じはしますよね。最初のうちはこうなるべく役立つ動画とか最新のゲームをやるっていうのがいいんじゃないかなと思いますね。役立つ知識系の動画はかなり伸びるので、徐々に伸びていって、結構ね動画の再生数が500超えた動画が出てくると、500いくと結構検索でも上位の方に出てくるので、かなりねそういうコンテンツが何個あるかで伸びってかなり違ってくるかなって感じがしますね。まあそういう意味では MV で綺麗なのを作れたらかなり実況の方も伸びてくるんじゃないかなって感じはしてますけどね。まああとフリーゲーム実況の方はもう本当趣味でやってるんで伸びないですけど、まあそれはそれでいいかなって気はしてて、まあ他で伸ばしていこうかなって感じですね。まあそうですね、ゲーム実況はちょっとリズムゲー中心にこれから伸ばしていこうかなって感じですね。まあこのチャンネルは結構そういう動画も含めていろいろ出してきますので、ぜひチャンネル登録していただけたら嬉しいです。どうもありがとうございました。哲学とでした。